はい、こんにちは、森口です。今日の話はですね、陶芸の途中の作業に出てくるものですけど、中にはね、ああそんな方法もあるんだって思ってもらえる方もいるかもと思ってちょっと撮ってみます。こういうベタ底の皿、この面には釉薬は基本的には釉薬を塗れないエリアですね。他の方法で全体に塗ることもあるんですけど、まあ、基本的には裏には撥水剤を塗って、釉薬をつかないようにする、まあ、撥水剤を塗らない場合は全体に1回釉薬かけといて後で拭き取るっていう方法もあると思うんですけど、まあ、私は釉薬拭き取るのはちょっと釉薬がねもったいないので、基本的には撥水剤で、カバーしてから釉薬をかけるようにしています。ちなみにこの作品、これはですね、秋、10月だったかな、10月くらいに、実家に粘土を持ってって、うちの母が作ったものです。で、この葉っぱは芋の葉っぱです。芋の葉っぱを押し付けて作ったものです。で、特にそういうものはこう立ち上がり方がいろんな角度で上がっているので、釉薬を塗ってはいけない部分が分かりにくい作品の中の一つだと思います。ベタッと置いてですね、鉛筆を這わせてあげると、こういうふうに跡つきますよね。ここがだいたい撥水剤を塗ってあげればいいエリアになります。ちょっとあとカメラアングル変えてやってみますけど、こういうふうに浮かせないでですね、鉛筆をベタッと作業台につけた状態でこうやって当てていきます。これこうグッと押し込んじゃうと、鉛筆が中に入っちゃうと全然意味ないので、これも浮き上がらない、鉛筆もベタッとした状態でこうを書いてあげる。ちょっとアングル変えて撮ってみます。はい、それでは実際やってみますね。鉛筆をベタッと下につけておいて、こう浮かないようにですね。で、作品も浮かないように、これで当ててあげると、この下から一定の高さのところに、どんな作品がどんな角度になろうと、下から一定の高さにラインが引かれていきます。で、釉薬によって流れやすい釉薬とか流れにくい釉薬によってこのエリアは変わってくるとは思うんですけど、少し余裕はありますね。多少流れても大丈夫な範囲となっていると思います。こんな感じですね。で、これがまあ最低限だと考えて、あとはデザイン的にあまりにもこういうふうに入ってるのおかしいなって思ったら、あとは目検討でここは縁から揃ってた方がいいなと思えば、こういうふうに広げる分には問題はないので、あとはお好みですね。はい、ではさっき書いた下書きの範囲内で塗っていきたいと思います。これで見えるかな。まあ、塗るのはこのはみ出さないように塗るっていうのは気をつけていく必要がありますけど、特別なんか気をつけることというと、あまりこう筆に含ませすぎると塗るときに滴が垂れちゃいますよね。なんで最初慣れないうちはよく筆をしごいて、ちょっとこうカメラ映んないですけど、こう縁でしごいて塗ってあげるのがいいんですけど、あまり伸びが良くないですよね、しごきすぎると。なので慣れてくるとたくさん筆に含ませて塗ってあげればいいと思うんですけど、たっぷり筆に含ませるとこういうふうに垂れることありますよね。ただ垂れても内側に垂れる分には問題ないので、
垂れて万が一垂れても大丈夫な角度で作品を持って塗っていくと、まあ、慣れればですけどね、こう多少垂れながらも早く筆にたくさん含まれている分だけ早く作業が進められると思います。こんな感じですね。あの塗りムラがありますけど、これは効果にあの問題はないので、特別たくさん重ねて塗る必要もないですし、今危なかったですね、たくさん塗る必要もないですし、一回塗れていれば十分です。はい、これが乾いたら、今ちょっと最後塗りすぎましたけど、これが乾いたら釉薬をかける作業を進めていけます。はい、今日はもう何でしょう、あ、なるほど、そういうこともあるのかって思う人がいると嬉しいです。はい、これで終わります。